ルノー・サムスンに SM3 ルノー・フルエンス・フルエンスはフランスの自動車メーカー、ルノーが発売するセダンである。生産は基本的にトルコ・ブルサにあるオヤックルノーにて行われるが UAE やクウェート、サウジアラビア、オセアニア、中国向けは参加の韓国、ルノー・サムスンが生産し各地へ輸出する。なお、当港では同社をベースとした電気自動車、 フルエンス ZE についても、簡略的に触れる。ルノーは2004年に、フルエンスコンセプトという2ドアクーペのコンセプトモデルを発表した。同社は未来型を提示したモデルだったが、時を経てメガーヌ4ドアセダン後継のネーミングとして、関される形となった。ルノーサムスンで生産されている C プラットフォーム採用の2代目 SM3 をベースに、フロントマスクやエンブレム類を、 ルノー向けに仕立てたものとなっている。ボディサイズ全長4 6 2 0ト、mm、ル全幅1 8 0 9ト、mm、ル全高1 4 7 9ト、mm、ルと、ホイールベースミ7 0 2トル、mm、は、SM3 とほぼ同じである。サイズ的には、欧州 C セグメントと D セグメントのほぼ中間で、ルノーの車種ラインナップでは、メガーヌスポーツツアラーより大きく、ラグナより小さい。日本車では、 全長 4650mm、全幅 1820mm、全高 1480mm の鈴木木刺しに最も近いサイズとなる。フロントマスクはシムケチにより2種類あり、ブラジル向けやオセアニア向け、中国向け等は SM3 をベースとしたものになる。2009年8月31日、2代目メガーヌセダンの後継として9月15日の フランクフルトモーターショーで正式発表後、今週発売することを明らかにし、その後11月にトルコで発売を開始。その後、ロシアやルーマニアでも順次発売された。エンジンはガソリンとディーゼルが用意され、共に日産自動車と共同開発したユニットである。前車は1.6リットル、直列4気筒の H4M と2.0リットル。 直列4気筒の M4R の2種。後者はすべて1.5リットル直列4気筒のコモンレール式の K9K 型で出力特性により 85PS、90PS、105PS、110PS の4種が存在する。レイのコムフランスレイのフランスイのフランスイのフランスレイのフランスがみなりアキラ。ありがとうございます。